ここは被災者の方だけじゃなくてね、やはりいろんな悩みを持った方たちが訪れて、そして自分の気持ちがいい方向に可能になる、イネーブルっていうんですけど、イネーブルな気持ちになるガーデンになってほしいなっていうことでデザインしたんです。ね、毎週セラピーを受けてた方が、今日来てくださってました。このね、腰の高さで作業が、リハビリテーションが始まるんですけど、作業しながら植物がだんだん増えていくガーデンになると思います。コミュニティガーデンっていうのは、その他の命との関わりがここでできますから、共生っていうんですけどね、共生する場所なんですね。体感してもらってね、で自分で実感して、自立する気持ちになるという。ホープワイルドワイドジャパンの方たちも、うちの教会の園芸療法士の資格を取りながらですね、勉強しながらやっております。ですから、今後については本格的な、園芸セラピーをしてくれると思います。そうですね、本当にボランティアで、我々はその、ボランティアの人に来てもらいたいのは、この被災した地域だけじゃなくて、他の地域から、応援したいという気持ちのある人がいるっていうことを、被災者の方に知ってもらいたいっていう気持ちがあってですね。ボランティアの方はどれくらいいらっしゃったんですか？300、正確な数字はやっぱり300名以上は確実ですね。ボランティアの方の力でやっとここまで来れたので、あとは本当に集会所の方はもちろん、亘理町の方にこの施設を利用してもらえたら嬉しいなと思います。自分一人だけじゃない命と出会ってみませんか？ぜひお待ちしてます。今日皆さんどうでした？楽しとかった？とても楽しかったです。こういうのね、毎週あってもいいですね。